属して通うんじゃなくてプロスラーとして練習生になりたいです。お願いします。一緒にアイスリボンの仲間になりましょう。待ってます。優希ちゃんはじゃああれですね、プロサー生を卒業して、練習生になります。いいですね。はい、本日の特別のリングアナウンサーは元祖現役女子高生レスラー現アイスリボンリングアナウンサーの千原さん。おWhat?
私は本当に心置きなく安心して引退できると思う。お前がやってくれ。3日間自分は全部メインで試合に臨みます。5月5日リボンタッグ選手権が決まってるので必ずそこで防衛したいと思ってます。ね、くるみ。今日負けちゃいましたね。そんなんであさって大丈夫なんですか？あさって下克上しちゃいますよ。今日さ、負けたよね。そんなんで勝てんの？ねえ、挑戦は記念じゃないんだよ。それで勝てんの大丈夫なの？大丈夫だよ。愛があれば大丈夫だよ。バカにしてんじゃねえよ。本当に勝つことが豊田真奈美にママじゃなくて豊田真奈美勝つことが親孝行だと思っているので必ずあの技で勝ちたいと思ってます。見ててください。期待していてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。